特集です。さまざまな分野で活躍する埼玉ゆかりの人たちにスポットを当てるシリーズ埼玉人。今夜はテレタマの YouTube チャンネルで配信しているドリーマーランチとのコラボ企画です。報道部記者の石川文香さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらの映像をご覧ください。ドリーマーランチは埼玉県内の人気な、隠れた、知る人ぞ知る、店主が癖があるなど、この町に来たら一度は食べてほしい料理店を紹介するグルメ専門の YouTube チャンネルで、今年1月から配信しています。いつもね、美味しそうだなと思って見てるんですけれども、志村さんもロケで行かれてましたよね。そうなんですよ、私はチャーハンやラーメンね、たくさん食べさせていただいてるんですけれども、はい、本当に美味しいものたくさんで、まさに夢のような、ね、昼食を紹介している VTR なんですよね。そうですね。今日はこれまで配信してきたお店の中から、朝霞市で半世紀以上親しまれている東屋のおかみ、斉藤芳子さん81歳を取材しました。東武東上線朝霞駅から徒歩7分ほどの朝霞市中町に、創業55年の中華料理店、東屋があります。朝霞名物、テフタンメン発祥のお店です。野菜たっぷりで、コチュジャンが入った辛いタンメンです。おかみの斉藤芳子さんは50年来の友人小西敏子さんと2人で週5日鍋を振るいます。私旦那と、友達がこういうのがあの店やってるよって言ってたんで、じゃあお父さんと行ってみようかって来たのがきっかけで、でたまたま私の友達がこの人と同級生だったね、偶然にね。中学校は7クラスあったんでね、7組3組って、彼女3組、私7組。斉藤さんは中学校卒業後15歳の時に地元の栃木県那須烏山市から集団就職のため上京し、日暮里の中華料理屋に就職しました。当時飲食店の女性の仕事は接客が中心でした。しかし、男性と同じ仕事がしたいと店主に願い出て厨房に入り、ラーメン作りの修行を始めます。まず出前だよ。まず出前。あれ昔は自転車だったのよ、出前。片手に持って片手運転して、ラーメン8個入れてみな。8個も入る。あの長いおかもちだと8個入るのよ。それを持ってね、出前行くのよ。で、ミーにおかもち持つのよ。ね。そうすると何かにぶつかっちゃうのよね。あの向こうから対抗していくのに、ミーに持っていこう。自転車乗ってると。うん。で、ブレーキかけて止めなきゃならないでしょ。何回か電信柱にぶつけてね、おかもちごとバーンってやったことあるよ。道路中ラーメンだらけな。すごかった時あった。大変ですね。大変、そんな失敗もありながら、でも鍛えて、でもできるよね。やり遂げた、男と一緒に。その後調理師として働きたいと考えた斉藤さんは、和光市の理化学研究所の食堂でおよそ10人で1日1200食を作り、料理の腕を磨いていきました。そして22歳で和菓子職人の英二さんと結婚します。自分の店を持つことが夢だった英二さん、2人で相談の末、1968年斉藤さんが得意な中華料理の店を朝霞市で開くことを決めました。3年目ぐらいに、変わったの出さなきゃ、なんか変わったメニュー作んなくちゃ、これからはダメだよってお父さんが言うんで、で何か考えようよって言って考えたのがこれ、テフタンメン。
それはやっぱり試行錯誤があって、ね、ありましたありました。ああじゃねこうじゃねああでもねこうでもね、うん、これじゃ辛すぎるこれじゃどうのって、うん、それは何回も何回もね作り直して食べてみたり失敗はしましたよ。英二さんが好きだった韓国料理のテグタンスープとラーメンを合体してテフタン麺と名付けました。当初知られていなかったそのメニューはお客さん同士の口コミで徐々に広がっていきました。看板メニューになったと実感できるまでおよそ10年かかったと話します。今ではこの味を求めて県外からも多くの人が訪ねてきます。お味どうですか？おいしいです結構思ってたより辛いんですね。くじみ市の方から。くじみから、はい、まあ、ありがとうございますずっと来たかったんですけどなかなか機会がなくて。あ、そうなんですか。おいしい、ごちそうさま。お客さんからかけられるこの一言が料理人の心を支えていると斉藤さんは話します。美味しかったよ、ごちそうさまって言ってくると、まあ、忙しい疲れたっていうのを吹っ飛んでくるよね。あ、この言葉がいいなっていつもいつも言ってる。あ、嬉しいねこの言葉がね。今年81歳になった斉藤さん、多くのお客さんを迎えるため小西さんと2人で毎朝8時ごろから仕込みを始め料理を作り続けています。乳がんや膝の関節炎による手術、今年の夏は連日の厳しい暑さで体調を崩したこともありました。すべての苦労を乗り越えて81歳になる今でも腕を振るうのはお客さんを笑顔にしたいという思いからです。俺も仕事してるから、ね、元気にいられんじゃない。彼女もそうなんだけど、愚痴こぼさないのよ私たち、うん、あんまりね愚痴、あーやもう嫌だな、もう仕事嫌だ、嫌だななんていう、そう愚痴愚痴は言わないでやってきた。だって愚痴言ったって仕事しなくちゃなんないでしょ。何言ったって仕事はしなくちゃなんない。お客さん来れば、ね、接待もしなくちゃなんない。それは当たり前なんだけど、な愚痴は言わない。意外とのほほんと笑ってるっていう感じ。常にプラスの方向。そう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 。うん、いや81歳には見えなかったです。お元気そうでしたね。ねえ、ですよね。ただ本当に年齢はただの数字だなというふうにね今見てて思ったんですけれども、ご本人がこうやりがいを持って生き生きとやってるからこそああやって素敵な笑顔が生まれるんでしょうね。そうですね。取材中私も空の中華鍋を持たせてもらったんですけれども。私が片手で持つとこれですね。そうなんです、はい、腕が震えてしまうくらい本当に重いんですよね。そう、はい、斉藤さんはその中華鍋にお米や野菜などの具材を入れて力強く振るっていました。石川さんが持ったやつよりさらに重いっていうことですね。そうですね、はい、この斉藤さんが厨房に立ち続けるための元気の秘訣というのは何かあるんでしょうか。はい、好き嫌いせずに3食きちんと食べることが秘訣だそうです。斉藤さんは81歳とは思えないほど本当にパワフルでした。私は入社1年目なんですけれども、仕事で絶対に愚痴は言わないっていう斉藤さんの姿勢を見習いたいなと感じました。なるほど、いいですね本当にお人柄も素敵ですし、斉藤さん夫妻が大切に作り上げてきた朝霞名物のテフタン麺、美味しそうでしたよね。食べたいです、はい、皆さんもぜひ斉藤さんが腕を振るう東屋を訪ねてみてください。はい、YouTube チャンネルで配信しているドリーマーランチは県内にある魅力的な飲食店数多く紹介しています。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ここまで特集をお伝えしました。お知らせの後は天気予報です。